はい。おはようございます。沖縄、バマでございます。えー、まあ、なんというか、というかね。えー、今日は、本当ちょっと天気悪いですね。雨降ってきそうです。はい。雨降ってきそうな、あ那覇市でございます。えー、皆さんとこれはいかがでしょうかね。なんか本当ね、あのー、昨日ですね。昨日、なんか、あのー、今ね。 まあ、食事をしながら、朝食取りながらね、えー、まあ、ニュース配信なんかを見ていたんですけど、えー、どうやら昨日、関東地方ですね、東京電力で、えー、電気が足りなかったようですね。まあ、あの、停電には幸いいたわらなかったんですけど、お隣のね、えー、中部電力から電気を借りましたよっていただきましたっていうね、えー、そういったニュースが流れておりました。はい。 えー、電気足りなくなっているようですね。はい。えー、まあ、原因はね、暑さのせいで、えー、残暑が厳しいんでね、みんなね、冷房を使うんでね、でね、なくなってるんだよっていうことなんですけど、まあ、実際ちょっとね、あれは、まあ、いつもこの時期って残暑厳,厳しいじゃないですか。<laughs> 9月いっぱいって大体みんな残暑厳,厳しいですよね。えー、大体ね、なんていうのかな、暑さが、 ああ、和らぐのってだたい10月ぐらいからですよね。なんで、まあ、言い訳としてはちょっと苦しいかなって感じはしますけどね。はい。えー、まあ、残暑が厳しいっていうことをあらかじめわかってるはずなのに、なんで、えー、電気が足りないんでしょうかということでね。えー、本当んあの、考えていかないといけませんよ。はい。えー、まあ、中部電力はね、まあ、 あ知っての通り結構あのー、石炭とかでも発電してるんですよね。はい。えー、なんで電気どうかなっていう感じなんですけど、でもまあ、今後逼迫するでしょうね。はい、今後逼迫しますよ、そりゃ。なかなかね、あの燃料が大変なんで、はい、燃料がね、まあ、和水さんからは、まあ事実上も入ってこなくなってますし、 まあ、中の東さんからもね、えー、かなり遅くなってるんで、滞ってるんでね、まあ、ね、運ばれてくるのがね、まあ、あんなね、わかりますよね、情勢考えるとね。なんで、まあ、なんていうのかな、結構ね、えー、きついと思いますよ、電力会社も。はい。まあ、石炭なんかでやってるところはね、はい。えー、石炭なんかでやってるところは、まあまあ結構ね、余裕はあるかもしれませんけど。 はい。まあ、原子力はちょっとねって感じです。はい。原子力はちょっとねって、あの、変な話なんですけどね。えー、防衛上の問題が多いんでね。えー、防衛上のね。はい。わかりますよね。言いたいことね。はい。まあ、いろんなところからね、こう、狙いがつけられてるってことですよね。プラス、えー、まあ、大きな波ですよね。これですよ。はい。なんで、まあ、あんまりね、 え、よく、よろしくないなと思ってます。はい。え、ただ、インフラが壊れるだけで済みませんので、ね。パツ、パツの減産はね。えー、当ん30年問題もあるんでね、早いとこ全部ね、やめてほしいですよね。はい。30年問題、はい。30年問題を知らない方は、あまあ、検索してみてください。はい。まあね。 あまあ、パスの弦のね、30年問題と入れればあだいたい、だいたいヒットします。はい。えー、まあ、そういうことで30年、はいえー、2030年にはどっちみち動かせなくなるんでね。はい。えー、まあ、ね、問題があってね。はい、えー。なんで動かせなくなるんで、もう早いとこね、見、え、せ、ー、じまいした方がいいと思うんですけどね。 えー、しませんよね。これもね、まあ利権があってまだまだ作るとか言ってるんですけど、まあ無理でしょう。はい。協定あるんでね。はい。まあそういうことでございます。あーあ、はい。えへ,ーへーまあなんというかね、朝からああ、あ,ーあーですけど、まあ、発言といえばね、昨日なんかあ始まったみたいですね。取り出しが。はい。えー、福の一ち,ちゃんから、あの、デプリですね。デプリを、ええー、 何て言うんか、ね、グラム、グラム単位ですよ、グラム。1グラムとか2グラムとかね。え取り出すというね、作業が開始されたようなんですけど、まあ、成功するか失敗するかはわかりません。なんか2週間で数グラムって言ってましたね。はい、2週間で数グラム。でもこれ取り出した後どうするんでしょうかあ、これね、普通に、普通に無理なんで、 普通に無理なんですよ。鉛の容器かなんかに入れとかないと、まあね、わかりますよね。言いたいことね。これ、本当に数グラムでもまずいんで、はい。数グラムでもまずいんで、鉛の容器かなんかにすぐ移さないといけないんですけど、えー、まあ、これもね、ロボットを使って移すんでしょうけど、いやー、すごいですよね。数グラムですよ。数グラム。 で何トンあるんだって話ですよね、これがね。<laughs> もう頭痛くなりますよね。数グラムですよ、数グラム。はい。まあ取り出せるかどうかもわかりません。本当に。い早いとこ、せっね。早いとこ、石管しちゃえばいいんですけど、まあ一向にやりませんよね。はい。えー、石管とかしませんよね。はい。まあ無理なんですよ。まあね。わかりますよね、言いたいことね。 まあ、この方面でね、まあ、アメちゃんに、えー、指示をいただくしかもう無理なんじゃないでしょうかね。まあ、理由は簡単で、アメちゃんね、えー、3マイルですね、3マイル。はい。3マイルのパツの弦が問題を起こしたときに、これをきちんと解決してるんですよ。はい。ね、3マイルですね。アメちゃん解決してるんで、まあ、 このね、3マイルの時のね、技術者にどうやったのか聞くほかないだろうなぁと思います。はい。もう持ってないんでね、こういうのはね、日本ね。はい。えー、前代未聞のことが起きてしまったんで、はい。なんで、経験があるところに聞くしかないんですよね。 えー、まあ、どう、どうなることやらです。はい。数グラムでもやばいですからね。数グラムでもやばいんですよ。鉛の容器に入れとかないと、まあ、とんでもないんですよね。<laughs> はい、えー。周りに及ぼす影響っていうのがね。なんで、これね、本当あのー、早いとこう、うあのー、本当にね、石炭していただいた方が安心して暮らせると思いますけどね。<laughs> はい。 まあ、そういうことでございます。もう本当ね、あの、何を考えてるんだかっていうような対策ばっかりしてますね。まあ、石管ね、し,しちゃえば、まあ、例のね、アルプスの水みたいなのも出ませんしね。はい。えー、なんで、まあ本当ね、これ、あの、どうにかしてほしいなとは思ってますけどね。ええー、そしてですね、まあ、中野東さんもね、えー 大変なことになってきましたね。なんか、国連の職員さんが6人も、なんかね、用意されてしまったということで。まあ、イスラエル、まあ、言っちゃいけないか、チェアーですね、チェアー。チェアーなんか見栄えなくなってますね。だって学校にね、落としますかと。で、しかも、へ いわゆる4している方がね、えマはまはまさんじゃなくて、国連の職員ですよ。<laughs> もう、これほんと、気が狂ってるなって思います。はい。ね、あのー、なんて言うのかな。ああ、ほんにね、木印ですね、木印。はい。木印をリーダーにすると、ろくなことが起きませんというね、まあ、 いい例ですよね。はい。木印をリーダーにするとろくなことになりませんといういい例でございます、まあ。日本はそういうことにならないようにね、えー、祈るしかありませんけど、まあね、今日もお朝のね、ニュースで言ってましたけど、あの、9人のね、 9人の、まあ、いわゆる意見発表、はいえー、自分はこうしたいんだっていう意見発表があったんですけど、えー、まあまあ聞いてたんですけど陳次郎ちゃんな何かを焦っているようで今早くやらないと早くやらないと間に合わなくなる早くやらないとって言ってるんですけどはいまあこれあのニュース貼っときますね、えー、一体何に間に合わなくなるんでしょうか わかりますか一体何に間に合わなくなるんでしょうかはい。まあ、冊子のいい皆さんだったらわかりますよね。冊子のいい皆さんだったら。はい。冊子のいいね、皆さんだったら。はい。あの、いわゆるね、えー まあ、ワールド的なね、ワールド的な、ごめんなさいね、カポっちゃってね、朝から、ワールド的なね、はい、えー、経済の、あのー、フォーラムですね。あれの格策する何かに間に合わなくなるということなんですよね、多分。だって他に間に合わなくなることってありますかね。 まあこれを聞いたとき、すごい焦りまくっている、ジ次郎ちゃん。間に合わなくなる、間に合わなくなるを連呼していました。はい。お分かりになりますでしょうかね。こういうところもね、パッと見てね、気がつく人はピーンとくるんですよー。はい。えー、まあ、いわゆるね、えー 用と引用ですね。引用の、まあ、引の方ですね。はい。引用の引の方の、まあ、暴論ですね。はい。暴論でございます。はい。えー、こういうのにね、詳しい人は、こういう、まあ、あね、僧の再選のね、演説を聞いただけでピーンと来ちゃうわけですよ。はい。 あとね、太郎ちゃんもなんか言ってましたよね。それらしきことを。<laughs> もう本当ね、やめてほしいなと思ってます。はい。まあでもそれやるつもりなんでしょうけどね。<laughs> もう本当、うわーって思いますよ。こういうの聞いてると。ピーンとくるんでね。ピーンとくるんで。<laughs> まあ本当にね、ーピーンと来ない人がほとんどなんでね、日本はね。 はい。ピーンと来ない人がまあほとんどなんで、まあピーンと来る人は、もう今後ね、えー、十分注意しないといけないなっていうことがよくわかると思います。はい、えー。どうなることやらでございますね。はい。その他の人はまあなんかちょっとずれたことを言ったりとかしてますけどね。えー、まあ、いろいろとね、いろいろとまあ大変でございます。本当に。 えー、日本の未来をね、憂うしかないですね。はい。まあ、しょうがないです、これは。あそしてね、まあ、これもね、あれなんですけどね、皆さん本当にね、気をつけましょう。えー、道を歩いているとき、はい。木が倒れてくるかもしれません。もうね、木の下敷きになってね、突然木が倒れてきてね、木の下敷きになってね、 えー、まあ、読されてしまったっていう方が出てきてます。はい。えー、まあ、あ本当にね、まあ、なんて言ったらいいんでしょうかね、これね。もう、木が倒れてきて4されるとかね、雷が落ちて4されるとか、なんか自然にね、えー、なんか恨みでも作っちゃったんでしょうかね、この人たちはって思うようなね、えー、ものが結構、 ね、出てきてます。あ皆さんもね、まあ本当に自分の普段のね、日頃の行いですね、こういうのを見てね、自然をきちんと大,し大,大事にしているのかあ、大切にしているのかどうかっていうのをちょっとね、見直してみてください。えー、これ言うと、まあ、あれなんですけど、あれなことなんですけど、人間ね、人間の、まあ一人一人の 身に起こることって、ほぼほぼね、まいた種を刈り取ってることが多いんですよね。まいった種を刈り取ってること。はい。これが、あ多いんですよ。なんで、日頃から自分の行いをね、えー、帰り見てね、えー、大丈夫だって、まあ、なんていうのかな、今日の自分はきちんとね、 何、えー、て言うのかなあそういった自然とかを大切にする行為をしていただろうかそれともなんか踏みにじる行為をしていたのだろうかみたいなね、えー、自問自答してね何、えー、て言うのかな内緒をするのもおまあ一つですよねはいこういうことがまあ人間、まあ、進歩につながるということでございますはいまあしみじみ朝からこんな話をしてしまいましたけど まあ本当ね、あとね、昨日ちょっと気になってることがありまして、昨日なんかまた四国で地震あったんでしょうかね。これ本当ちょっと気になってます。あの、昨日かな、一昨日かな、四国で地,地震あったんでしょうか。ニュースには全くなってないんですけど、多分小さかったんでしょうね。なんか地震がありました、みたいなね、あの、なんていうのかな。 またありました、みたいなね、えー、動画が回ってきてたんで、えって思ったんですよね。まあ、虎らちゃんですよね、四国といえばね、えー。大丈夫なんでしょうかね、本当にね。まあ、大丈夫だ、大丈夫じゃなくても、この国のやることはあんまり信用できないんで、まあ、自分で防衛するしかないんですよね。はい。 で、今、あの、変な話なんですけど、昨日も言ったように、日本の、まあ、地殻活動っていうのが、とっても頻繁に起こってきてるんですよ。はい。日本の地殻活動ですね。これが、なんか、とっても頻繁になってきてて、まあ、火山で、まあ、ガスが発生したりとかね。まあ、そういうことが、まあ、ちょくちょく起きてるんですね。えー、なんで、まあ、注意はしといた方がいいです。本当に、秋。 秋、冬、春。夏以外は、結構、揺れとかね、お山田さんとか多いんですよ。統計的に見てね。これ、あくまでも統計の話なんで。はい。プラス、昨日から。これちょっとね、首都圏も本当気をつけた方がいいと思います。 はい。昨日から、まあ、ご一家がね、はい。ご一家が、まあ、また、那須に出かけました。1ヶ月に1ぺんぐらい出かけてませんか先月もありましたよね。先月はでも、あれですよね。ご夫婦だけでっていう感じだったんですけど、まあ、今月ですね。今月は、まあね、えー、お嬢様ですね。 はい。お嬢様も一緒にということなんで、ね。お嬢ちゃんもね。はい。まあ、可愛いらしいね。まあ、お嬢ちゃん。はい。まあ、ちっちゃい頃はね、お相撲が好きだって言ってたね。まあ、可愛い,い子でしたよね。本当に。はい。よく覚えております。まあ、ちょっとね、あの、お父様の方に似ちゃってね。えー、まあ、 ちっちゃい頃はね、まあ、お顔の方がちょっと大丈夫かなって心配してたんですけど、まあ、大きくなるにつれてね、まあ、可愛らしいお顔になってきたんで、お母さんの遺伝子がちょっと発揮されたかなとは思ってるんですけど、<laughs> まあね、えー、そういう感じでね、まあ、気になってます、とっても私。はい。だって、頻繁じゃあございませんこと ご静養がはいご静養が頻繁ですよねきょあの。先月もご静養してきたばっかりですよね。で今月もでございます。はいで割と長いみたいですね。期間がね。1週間とかいるのかな。 なすびちゃんにね、なすびちゃんにもしかしたら一週間ぐらいいるんじゃないかな。割と期間今回長そうですね。なんか長い休暇を取ったと言ってました。はい、あの、お嬢ちゃんがね、長い休暇を取って一緒にご静養っていうことでね、まあ自然を満喫したいと思います。みたいなね、可愛い,いこと言ってましたけどね。はい。えー、まあ本当にちょっと、 これ注意しといてください。はい、注意でございます。えー、まあ、前回はお嬢ちゃんが一緒じゃなかったんですよ。今回はお嬢ちゃんが一緒なんですね、お嬢ちゃまが。なんで、ちょっと警戒度を上げた方がよろしいかと思います。で、 えー、一ヶ月に一度ご静養に行くって、しかも長い、結構長い期間ですよね。前回も一週間ぐらい行ってましたよね。えー、一週間、まあ一ヶ月に一度ってこの頻度ですね。今までありましたかっていうことです。今までありましたか一ヶ月に一回。 一週間とかの期間、いなくなる。はい。まあね、当の今日からいなくなる。ありましたか今まで。まあ、ちょっとこれ考えた方がいいですね。はい。あの、頻繁です。頻繁すぎます。 はい。頻繁すぎるんですよ。なんで、ええー、まあ、お山田丼ですね。はい。ええー、まあ、ナスには影響ないんで、お山田丼してもね。はい。あの、藤子ちゃんがお怒りになっても、まあ、ナスには影響ないでしょうね。あと、まあ、グラグラですよね。はい。足元がゆらゆらですよね。 こっちの方に本当に警戒しないと、ちょっとね、あの、本当季節柄もありますしね、秋に入りましたし、で、なんと言ってもね、この気になってます。本当に。このご西洋がね。はい。なんで、えー、まあ、昨日も言ったようにですね、もう一回、もう一回自分のうちの防災ですね、こちらの方をご確認ください。 ま、水ですね。水とか、あと食べ物。で、えー、まあ,あ、緊急に、いいまあ、避難経路なんかもね、えー、確かめておく。でもって、まあ、これ、首都圏以外の人はあんまり関係ないとは思うんですけど、はい、えー、なんて言ってもナスですからね。はい。えー、まあ、首都圏の方ですよね。で、 特に標高が低いところ、いわゆる海抜ゼロメートル地帯ですね。海抜ゼロメートル地帯に住んでる方は、本当に気をつけてください。はい。何度も言ってるように、海抜ゼロメートル地帯って人が住むところじゃありません。えー、まあ当初ね、考えて家を買わなかったっていうね、えー、まあミスなんでしょうけど、はい。 海抜ゼロメートル地帯は人が住むところではありません。特に日本においてはね、わかりますよね、言いたいことね。もう、ゆらゆらとかね、大きなジャポーンっていう波が多いんで、まあ、人が住むところじゃないんですよ、本当に。海抜ゼロメートル地帯はね。 なんで、こういうところにお住まいの皆さんは本当に気をつけないといけません。え普段から、あまあ、避難経路ですね、高台、どうやって避難するのかあ、ちゃんと確認しておきましょう。はい、確認しておきましょう、ちゃんとね。えー、まあ、本当、意識がね、もう全然足りないんですよ、日本人ってね、こういうところ。 もう、来たら来たでいいよ、なんとかなるよって言ったら、なんとかなるかもしれませんけど、その代わり、あなたの、おまあ、大事なね、ものがなくなるかもしれないじゃないですか。だから、来たら来たじゃないんですよ。はい。えー、事前に、事前にね、えー、想定して、まあ、いろいろとね、シミュレーションしておくということが、本当に大事なんですね。 まあ、事前のシミュレーションですよね。えー、なんでね、これ本当はあのー、もうちょっとね、えー、防災意識がなんとかならんかなって思っているところでございます、私は。はい。えー、まあ、皆さん一人一人がね、やんごとなき方でね、何かあったらね、ヘリコプターで、えー、安全なところにお連れしますっていうような人であれば別ですけど、 はい。そういう人、まあね、そういう人はね、まあ、ね、なすびちゃんに行ったりとかしてるじゃないですか。はい。そういう人だったらまた別ですけど、話はね。でもそうじゃないんですよね。わかりますよね。私を含め。はい。私を含め、普通の一般 パン人というのはそういうのではありません。だからこそ、まあ、普段からの、まあ、備えですよね。普段からの備え。これがね、非常に重要になってくるんですよ。全くわかってませんからね、こういうところがね。なんか、ミケさんが輝いてますね。白くなってますね。はい、五光が指してますね。はい。<laughs> まあ、なんというかね、本当に。 お分かりになりますよね。だからもう一度確認してください。自分のうちのね、えー、備えは大丈夫なのか、家具は固定してあるのか、で、えー、まあ、本当に、そういうことが起こってしまうと電気とかがね、止まるんで、えー、止まった時にね、どうするのかで、外出してきた時には電車も止まるんでどうやって歩いて帰ってくるのか、 そういうものも確認しといてください。はい。で、まあ、通勤とか通学でね、まあ、なんていうのかな、電車を使っている、いらっしゃる方は、何度も言うようですけど、一食分のおやつ。はい。一食分のおやつ。まあ、あ袋菓子言ってますよね。カントリーマームやらないやらね。そういう袋菓子、一袋と、まあ、 あの、カロリーメイトでもいいんですけど、あと、なんていうのかな。ペットボトルですね。ペットボトルでもマイボトルでもいいんですけど、まあ、お水ですね。水分を、えー、十分用意していくということです。で、できたら、あまあ,あ、運動靴で行った方がいいですね。会社に着いてからパンプスとかビジネスシューズに履き替えましょう。はい。まあ、そういうことですね。 もう本当にこのぐらいやらないと、もう、ちょっとね、いろいろ難しくなってくる、きてるかなと思って、な、な、なんか発酵してますね。ミ <laughs> ケさんが白くなっちゃってますね。な、なんだろう。はい。ええー、まあ、本当このぐらいやらないと、ダメだと思いますよ。はい。ダメ。あ、あ、大丈夫。治りましたね。なんかで、他、どっか触っちゃってたみたいですね。 はい、このぐらいやららないとダメだと思いいととだ思まますすかかりますでしょうかねこのぐらいまあやっていただきたいなと思ってます。なんでよくシミュレーションしておきましょう。でね、まあ、本当に海抜0メートル地域の方は、どうやって避難するのか、それを確実にね経路を確認しておいた方がいいです。 経路をね、特にあのー、首都圏の方。はい。まあね、えー、頻繁です。あまりにも。あまりにも頻繁に、えー、まあ、エッグプランツにね、エッグプランツです。エッグプランツ。ナスビちゃんでございますね。エッグプランツにね、まあ、お出かけになっているんで、しかも期間長いです。1ヶ月に一度ですよ。 まあ、これちょっと尋常じゃないなって思った方が、ああ、いいんじゃないかなと思います。まあ、本当はあのー、注意してください。もう注意するしかないです。はい。そういうことです。で、えー、まあ、本当持って出かけてくださいね。あのー、近所の、近所行くのにはいらないですけど、とりあえず電車に乗ってね、えー、3つも4つも駅を越してね、えー、まあ、 電車で30分とかね、電車で1時間とかいうところに住んでらっしゃる方は、まあ一食分の、まあおやつですね、まあ食べ物、プラス、えー、まあお水類、水分類をね、絶対用意しといてください。まあ停電になると当たり前なんですけど、自販機とかお店閉まりますから。自販機も電気なんで使えませんから。 なんで、えー、自販機でね、なんか買うからいいって言っても、動かないんですよ。停電になったらね。なんで、えー、この辺のことを考えて、毎日を生活して、まあ、準備しておきましょうということです。えー、万が一ね、そういうことになって、電車が止まってしまっても、歩いて帰ってこれるようにね。えー、やっぱり気力大事なんで。この時に何も飲み物も食べ物もなかったら、 力出ないでしょ歩いて帰る。なんでね、これ、ほんと重要です。はい。準備しといてください。で、靴はね、なるべく、うそういった出かけるときはスニーカーを履いて、えー、まあ、重くなるかもしれませんけどね。はい。えー、会社とか学校、まあ、会社に着いたらビジネスシューズやあパンプスに履き替える。これがベストでございます。はい。 えー、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。本当にいい自分の身は自分で守らないと誰も守ってくれません。我々は一般人です。はい。えー、まあね、えー、そういった、いわゆるね、えー、やんごとない方とは違うんでね。はい。えー、なんで皆さん本当に注意しましょう。えー、今日も一日よろしくお願いいたします。朝から。 まあ、いろいろね、長々と話してしまいましたけど、えー、一日よろしくお願いいたします。はい。えー、それでは皆さん、また、ここまで聞いていただいて、本当に感謝いたします。ありがとうございました。沖縄おばばでした。ね、かわいいね。見てください、このお手って。あらーね、あらーん、かわいいですね。きゅ ってなりましたいだい。ね